何番やろ。7番。はあ。何番？7番。何回聞く？何回でも聞いてしまうんですよ。今日ユラちゃんが、あの声を出さないのユラちゃんがやる。はい。ああ言ってる。言ってましたね。ユラちゃんが声出すってすごいことやってる。はい。最近反抗期だし。綺麗な球やな。綺麗なもうすると思う。ねじれのないストレートドロー。ほんますごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、綺麗。ほんますごいな。美しい。ありがとうございます。なんか、プーちゃんの球じゃないみたいな。はい。ほんと。なんかねじれんくなってねじれん。もともとねじれてないけど、もともとそんなねじれてる球は打たへんけど、なんか、なんかもう日頃の行いがいい、糸を引いたような、うん、まあ、確かに線引いた、日頃の行いとか拾わんでいいとか、ムシムシ厳しい。あ、ねじれた。あ、ねじれた。性格悪いわ、俺。スターハムさんからのコメントで、もはや7番アイアンの球筋じゃないですよね、はい、ドライバーが巻き取りした時の球筋ですよね。バク、アイアンの、アイアンの概念が変わってしまいそうですよね、わははって。ほんまマジですよ。だって俺ドライバー、俺のドライバーフーちゃんの7番アイアンで刺されるもん。意味がわからへん。ほんま照れますね、そういう意味がわからへん。いやいや、俺って言ってるってことは、多分これ見てるほとんどの視聴者の人は刺されますよ。だって多分僕より飛ばないですからね。っていうぐらい飛ぶんですよ。異常です。異常ですね。さっき253番と300の間ぐらいで打ち取ったもんな、7番やもんな。ふーちゃんのコメント、ふーちゃんの動画のコメントじゃないけど、さとしくんの動画で、はい、レッドひどくさんから、はい、コメントありがとうございます。いつも見てますが、初コメです。飛びにびっくりです。そこで気になったことを質問したく、はい、ってことなんですけど、じゃあ質問内容が、はい、アプローチも同じなんでしょうかっていう質問をいただいてて、はい、これを僕こういう質問聞いた時にいつも思うことがあるんですね。まあ、絶対毎回見てないやんって。いつも見てたらアプローチの打ち方も何回も発信してるし、はいはい、って思っちゃうんですけど、どうですかレッドイッドクさん。実はいつもは見てないですよね。はい、見てください。質問は、アプローチも同じなんでしょうかってことなんですけど、アプローチも一緒の打ち方したら 100% 引っ掛けます。でもこれほんまに昔からこのコメント多いんで、アプローチそんな打ち方で打ってみんやみたいなコメントしてくる人が本当に多くて、しかもそういうやつに限って絶対タメ口でしてくるやんか。タメ口でしてくるやつほんま嫌い。ということで、ちょっとディスりたくもないんで、普通にレッド一族さんから普通に疑問に思ってて質問していただけてると思うんで、アプローチは前倒しのみのボディーターンです。はい、ボディーターン、はい、これはもう過去の動画遡って見ていただければ何回も発信してると思うんで、はい、そうですね、はい、もう右サイドの仕事やりたいになればやってみてください。まあ 100% 引っ掛けると思うんで、はい、アプローチはダメです。はい、理由はズレがないからです、アプローチは。おお、まあ、ズレっていうワードはね、そう、松さんのこうスタンド FM とか聞いていただいて、ありがとうございます。宣伝してください。ありがとうございます。で、なんかあれですよ、はい。この間聞いたら、リスニングしたら、はい、はい、ありがとうございます。ジェンディさんからコメント来てます。そうなんです、ね。うわ、嬉しいと思って。すげえと思って。聞いていただけただけでも、ああいうところで繋がれるとやっぱりですね。やっぱり、はい、すごく、はい、嬉しいです。でも、ベンディさんの意見聞きたいよな。もう聞いてみたいですね。面白そう、面白そうですね。どうなる自衛制度とか来てくれてるの。昔からの熱狂的なファンの方です。ですね。ベンディさん大好きやしな、俺。なんか、ベンディさん、こう、セミナーでしかお会いしてないですけど、はいはいはい、なんかこう、いじめがいがあるというか。
いやいや、やっぱり見てたらさ、俺がそう思う感覚の人って絶対にこの人できるやろなってしまう、うん、ちょっとやったらすごい変化迎えるやろな、進化を、うん、人はこうちょっといじめたくなった。マッツさんのやつ良ければありがとうございます、よろしくお願いします。スタンデー聞いていただければ、はい、リス、はい、よろしくお願いします。私もそのうち始めるかもしれないですね、はい、あれ僕もちょっとやってみたいな、そうな、思いました。バカがバレる。実は口達者であるからバレてしまうかもしれない。何でしたっけ、松さんが前に言った。頭弱い失礼いたしました、その際は。いやもうありがとうございます。でもまあ都市コーチのファンはそら聞きたいでしょうね。はい、だからそれを僕が許可するかどうかが なるほど。マッタンからはね、ちゃんと、はい、WGAL っていう名前を出して、はいはい、もういいですかっていう。僕やりましょうか。いいわ。あ、マジでいいわ。マジでやめてほしい。やめてほしい。マジで。もうラーメン食べました。ラーメン食べて。でもフーちゃんより絶対やらせたくないわ、サトシ。あいつ俺の悪口しか言わんやろ。それは一回引っかからんの。キッション。大体全員タバコ吸ってるし。タバコやめて。っていう感じなんで、よければ皆さん。はい。スタンド FM を聞いていただけると、マッツさん、WGSL で検索かけたら出ます。はい、ハッシュタグつけさせていただいてます。まあ 僕、はい、僕のアカウントも出てくると思うんですけど、私は何も発信してないです、まだ。あー、アカウントあるの？アカウントはもうだいぶ前から発信はしてないけど。え？わー。なんか次コメント。はい。はい、大チャンネルさん、ありがとうございます。いつもコメントありがとうございます。コメントが、はい、続くの字幕の出方なんて、はい、もろどうでしょうですねって道民ですがいつも勉強して見ていますのでこれからも頑張ってくださいっていうコメントをいただいております。大チャンネルさん、ありがとうございます。もうあのね、字幕の出し方はマネしてる、いやもっと言い方するとパクってました。もうどうでしょうの大ファンなんで、できる限り近づけたいなっていう、ああいうテロップの出し方とか、はい、そうですね、いつか車真ん中からもお届けしたいですけど、雨降ってる時に車でワイパーが動くと同時に文字が消えるっていう、見たいっすね。フジヤンのテクニックをやっぱり取りたいなと、はいはい、見たいです。すごいですね、尊敬してるもんな、全部一人でやる。そうやな、編集、うん、いつ寝てたんだ。いや寝てへんやな、無理じゃん。ナレーションも撮ってますしね、はい、俺やりたいね、車の中から。あー、ぜひともお届けしたい。まあ YouTube では出さへんけど。あーまあそこまで。じゃあ風純プロの締めお願いします。バンブリですか。バンブリですか。バンブリです。軽くですか。いや、バンブリです。飛ばします。えぐ、ちょっと待って、えぐすぎやね。出来なんだよ。え、近い。え、ガサガサ言うてる。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。お願いします。お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。